だからまあそこにふさわしいレンズが数本あればいいと思ってて、それこそあれですよ、まあちょこちょこ話題に出ますけど、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。あ、お佐藤さん、個人的に L マウントユーザー&そこまで本気じゃない撮影で散財に耐えれたらおしゃれ一点張りでありかなと。 IS9 ですね、うん、まだ金額出てないので、なんとも金額まだ出てないんだ、まあ、けど20万ちょっとぐらいですよね。うん、で20万ちょっとでレンズ買っちゃったら25、6でしょ。納得できるレンズがさ、ね、だから難しいね。25、6万あったらやっぱ、いや難しいっすよこれ。やっぱりね、そのなんだろう、やっぱ撮れてなんぼ、当たり前ですけどこんなことは。だからそのさ、分かんない、はい、そのなんだろう、初心者の気持ちがなんか分かってるはずなんだけど、なんか分かんなくなっちゃった、もうあまりにも。もうぶっ飛びカメラが多いですよ。そうだから C2 でいいじゃってなるんだけど、けど初心者だったら EVF いらないし、メカシャッターもいらないから別にこれでもいいのかな、だけど売れんのかな、うん、わかん、もう俺わかんねえ、カメラこれだけ好きだけどもうわかんないみたいな感じなんだもんね。俺やっぱセットアップするレンズだと思うぜ。やっぱそこはだってレンズ交換式なんだもん。だからじゃあパンケーキで F8 だったらいいんでしょ、あとマニュアルだったらいいわけでしょ。それはちょっとどうかな。なんだよ、もっとガブガブガブって俺に食いついてくれないのね。それはちょっとどうかな。こう離さないで この首のところにやったかって、うん、ブルブルブルってこう。もう甘髪今甘髪甘髪カプカプカプ、うん、炎上は嫌よもう私。そうなのさ、だからやっぱこれはねレンズだと思います。でやっぱり初めての方が買うときに、うん、やっぱりその気にされるのって、その絶対これ聞かれると思うんだけど、レンズは何を買ったらいいでしょうか、絶対 100% 聞かれるっすよこれね。え、聞かれるよね、聞かれない、キットレンズじゃない、キットレンズがないじゃない今回。あるキットレンズ組で売るらしいよ、売るら、あ、それはなんか出るんだそれは、うん、それが何ミリから何ミリ、ソニーのあのキットレンズとあんま変わんないらしい。28の2870とか、あ、そんな感じだと思うよ。確かに60だあれ、2860だ、うん、確かに俺の間違いじゃなければごめん、なんかそんなの読んだような気がする、うん、ああじゃあまあ2860もう早くキットレンズ出して、2060、2860、2800、おお、その2つどっちか2060いいね、2060いいじゃん、うん、おそれがもしキットレンズで作れたらいいっすよ。だったら金額出てないね、いくらなんだろうね。これなんか賛否両論、そうじゃん、これ28200いいじゃん、28200も賛否両論あるけどね。誰か28200 28200ってカメロンも全然違うよ、2.8 スタートじゃないからね。だからその辺は。ああ、だ、エルマウントのやつでしょ。そう。ああ、たった。ちょっと暗いやつだね。そう。だから、じゃあそれでさ、うん、あのスタイリッシュなカメラに合うのかっていう話にもなってくるからね。まあね、そこはね、さ、しゃあないっすよ。しゃあないっすよ、そこは。何から何までおしゃれにはできないです。うん、ね。な感じじゃないですか。やはりね、長靴はどこまででも長靴なんですよ。でも必要じゃないですか、うん、絶対それと一緒ですよね。どんなにスーツで決め込んだってね、うん、田んぼの中に入るには長靴はいるわけですよ、うんうんうん、ね、それがなんかおしゃれじゃないとか言ってらんないですよそんなの、うんうんうん、ね、じゃあ裸足で入るのかってなっちゃうんで、まあ、それは仕方がないと思いますよ。そこは多分諦めてんじゃないですか。だってじゃないとレンズ交換式でシステム組む意味なんだろう、まあ、一切ないわけで、うん、だからまあそこにふさわしいレンズが数本あればいいと思ってて、それこそあれですよ、まあちょこちょこ話題に出ますけどシグマさんの i シリーズ、うん、あれなんか素晴らしいですよ、あれめっちゃ合うと思うけどね。だから今は誰も言ってないし触れてないけど、本体が売れ始めたらその写真がアップされる、始めるんだね、絶対アップされるでしょうね、うん、あとまあ L マウントなんで、 L マウントの何ライカとか、ライカのレンズかつけたりとか、うん、マニュアルレンズね、は
出てくるけど、でもまあ現実的ではあんまないよね。だそこも微妙だよね。じゃあさ、ライカの人がさそこにつけてさ、あーいやまあ厳しいね。俺はライカは持ってないんでね、そのライカの方のその要はそのお気持ちが全く俺はお察しすることができないんだけど、あのじゃあだから結局そういう遊びするかってことでしょ。そう、あー分かんない、それは全く分かんない。まあ俺老眼だし、しなさそうだけど、いやいやするよって言うかもしれないし、分かんない。老眼だしマニュアルフォーカスはやっぱ EVF 見たいのよね。マニュアルフォーカスは、うん、ああ EVF 見たいってこと、こうやって見てね、見てこう撮りたいんだよね。あまあやりやすいよねそっちの方がね、うん、そうそうだ、老眼だからね、うん、でこうやってだってメガネ外してこうやってやんなきゃ一瞬見えないから、難しいもんね、そう見えないから、うん、そう考えるとメガネしたままでもファインダーだったら見れるから、だそう考えるとじゃあ EVF はって話になっちゃうんだよね、うん、まあ、だそういうこと言い始めちゃうとまたねスタート地点に戻っちゃうんで、スタートでそれ、それもう堂々地獄ですよ、何やっても何やってもこうなっちゃう、もう積み重ねた石をやっと積み重ねたと思ったら後ろから鬼がガチャーンですよ、またでまた積み重ねたらまたガチャーンですよ、うん、じゃあ EVF じゃあね EVF つけてメカシャッターつけて、うん、つけたよいいよって言ったらダブルスロットじゃねえじゃって言うんだよね。だからまあ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 ね、はい、だからまあやっぱりこれはね、やっぱりその実際やっぱりその何その店頭にやっぱり並んでですね、実物が本当 それ本当それ実際手に取ってみて思ったよりいいじゃないかと、これ、うん、あの素晴らしいと、これだったら買うぜという、うん、やはりそのリアル層ですよね、うん、リアル触る層がやっぱりどれだけ出てきてるかっていうところですけどね。あ2060はカメラグランプリのレンズ賞取得だって、めっちゃいいレンズやんこれ、すごいね、すごい、あのあお里さん買うんですね、はあ、あそうなんだ、へえ2870ね、なるほどね、売れてるやつ、あ運用用でって書いてあるね、うん、本当だ、うん、本気の日は S5 マーク2、そうじゃない日は S9、 ああ、うん、贅沢な使い方だね、うん、いいね、でもあれだね、R5 と CR みたいな感じだね、うんうん、今日はずっと CR で運用してました、うん、今日は、あまあこういうのが正しいよね多分、うん、そういい使い方だ、いい使い方だと思う、うん、いい使い方だよね、リッチだよね、あのなんかすごくなんていうのかな、こう、うん、リッチな使い方だから Z で言えば Z9、Z8 持ってて ZF、そうだね、 ZF と Z8 とか、うん、そういうことだよね、そういう組み合わせですよね、要は、まあ、あそこは気分で遊ぶ両方とも、まあ、そこそこでかいだけど、まあ、あそうね、まあ確かに両方ね、まあまあ大きさありますけどね、うん、うん、確かにだから、まあ、あと1ヶ月か、ちょうど1ヶ月後ぐらいか、はあ、6月20日そのぐらいに出るんだね、6月20日ね、深瀬くん、うん、話が暗い、うん、運じゃないよ、うん、はい、運じゃないよ、まあ、あと暗いでしょ、なかなかね、まあそういう部分でね、まあ、うん、なんか AF スコープで20倍拡大とか、なんかそういうなんか画期的な拡大、なんか何、うん、超解像ズームみたいなのがなんかよくわかんないけど、うん、あるらしいね。それもちょっとどんなものなのか、あの書いてある人もあったんだけどよくわかんなくて、なんでまあ実際だからこんだけ割り切ったやつでこれで結構バシバシ取れちゃったらもうそれでいいっていう証明になっちゃうんだよね、これ実は。そうだからローリングシャッターもそれほど思ったほど出なければ、うん、全然メカシャッターなしでもいいわけだから、そうあの通常の使い方、うん、だったらまあ言われやわかるがっていう程度、うん、例えば歩いてる人を撮ってみるとかさ、うん、だスマホと同じくらいだよね、スマホも出るけど、まあ出るスマホも出るけどそんな気にならないじゃん、まあまあセンサー小さいからね、そもそもは、うん、うんうん、そこのところで結局はそのなんていうのかな、だったらいいじゃんと、うん、うん、いう答えになっちゃう可能性は当然あるわけで、もうやはりここは、見守ると、7月くらいまでかな、だから6月20日に出て、うん、
でそれまでにアルファホビーブでレビューがねできればいいね。来ないね、はい、そうね、来ないですね、はい